蜂蜜蜂蜜とは蜜チが花の3つを採集し、巣の中で加工、貯蔵したものを言う。約8割の糖分と約2割の水分によって構成され、ビタミンとミネラル類などの栄養素をわずかに含む。味や色は蜜源植物によって様々である。口述のように乳児に与えるのは危険であるので、避けねばならない。本来は、 蜜蜂の食料であるが、しばしば他の生物が採集して、食料としている。人類も、蜂蜜の歴史は、人類の歴史ということわざがあるように、古来、食用や薬用など様々な用途に用いている。人類ははじめ、野生の蜜蜂の巣から蜂蜜を採集していたが、やがてバ蜂を飼育して採集することを身につけた。人類による蜂蜜の生産量は、 世界全体で年間約120万トンと推定される。花の蜜を採集する西洋蜜蜂蜂,蜂蜂の元となる花の蜜はメスの蜜蜂によって採集される。採集された花の蜜は初頭液、つまり水分を含んだスクロースの状態で胃の全部にある蜜脳と呼ばれる器官に蓄えられる。蜜脳が花の蜜で満たされると蜜蜂は巣へ戻る。一般には 蜜蜂が採集した花の蜜のことを蜂蜜と呼ぶと考えられがちであるが、花の蜜が巣の中で加工、貯蔵されたものが蜂蜜であり、両者の性質には物理的、化学的な違いがある。まず、花の蜜は蜂蜜よりも糖濃度が低い。一般に花の蜜の糖度は蜜�蜂が採集した段階で40%未満であるが、 巣に持ち帰られた後で水分の発散が行われる。結果、蜂蜜の糖度は80%前後に上昇する。また、水分を発散させるための作業の一つとして、蜜蜂は巣の中で後期を使って蜜を膜状に引き伸ばすが、この際蜜蜂の唾液に含まれる酵素が蜜に混入し、その作用によって蜜の中のスクロースがグルコースとフルクトースに分解される。 また、本来は、花の蜜に含まれない物質が蜜チの後期から混入する。一例として、コリンが挙げられる。コリンは、蜜チの咽頭線から分泌される、ロイヤルゼリーに含まれる物質であり、蜜チが花の蜜の水分の発散と並行して、同じく後期を用いて咽頭線から分泌された、ロイヤルゼリーを女王蜂の幼虫に与える作業を行うため、 ロイヤルゼリー中のコリンが蜂蜜に混入すると考えられる。ちなみに、中国の秋代の薬学書、本草項目は、匂い深み期という霊的な作用によって代弁から蜂蜜が生成されると説いており、この説は同じく秋代の産業技術書、天候怪物や日本の江戸時代の類書、和漢三歳図絵に受け継がれた。日本ではこの説に対し、江戸時代の本草学者、 カイバラ駅検が、蜂蜜は、花の蜜から作られると反論した。日本初の養蜂書、家蜂築容器の著者、クゼアツシイキも、同様に反論を行った。蜂蜜採集の様子を描いたアラニア洞窟の、岩壁彫刻のモシャミツバチを捕獲する、養蜂家、エヴァクレームの研究によれば、1万年前にはすでに人類による採蜜が始まっていた。人類や当初、 野生の蜜蜂の巣から蜂蜜を採集していた。1919年にスペインのアラニア洞窟で発見された新石器時代の岩壁彫刻は人類と蜂蜜の関係を示す最古の資料とされ、片手に籠状の容器を持って縄橋号を登って天然の洞穴に近づき蜂蜜の採集を試みる人物が描かれている。この壁画では、 ホラー穴と蜜チが非常に大きく描かれており、古代人の蜂蜜への関心の高さと蜜チに対する恐怖の大きさを表していると解釈することができる。やがて人類は養蜂、すなわちバチを飼育して蜂蜜を得る方法を身につけた。エジプトではおよそ5000年前に粘土製の環状の巣箱を用いた養蜂が始められ、巣箱を移動させながら蜜を採集させることも行われた。 ギリシア神話には、養蜂の神アリスタイオスが登場する。養蜂は、閉鎖空間の中に巣を作るという蜜蜂の習性を利用し、内側をくり抜いた丸太や土管、バラナー製のスケップ、木製の桶などを用いて行われる。かつては巣を切り取り、押しつぶして蜜を絞り取る方法が採用されていたが、これは蜜蜂に大きなダメージを与えるものであった。 現代的な用法では、木製の枠の中に巣を作らせ、蜜がたまると、遠心分離器にかける方法が採用されている。遠心分離器による、採蜜法は1865年に、オーストリアのフルシカによって考案された。遠心分離器の活用によって、蜜蜂一群あたりの蜂蜜の採集量はおよそ5倍、ないし10倍に増加した。採集した蜂蜜には微量の花粉や巣の破片が、 含まれている。市場に流通している蜂蜜の多くは、それらをろ過した後で容器に詰められているが、ろ過には限界があり、若干の不純物が残留する。蜂は基本的に植物由来の蜜を集めるが、天候不良などによって蜜の収集がはかどらない場合は、様々な糖を集める習性がある。ゴミ箱の空き缶からジュースの飲み残しを集めたり、 食品工場の廃棄物を集めたりといった事例が知られ、その場合は材料に由来した色彩の蜜となる。例えばチョコレート工場やマラスキーのチェリー工場からの廃棄物を集めた蜂によって赤色や青色の着色剤入りのカラフルな蜜ができることがあるが、こういった蜜は商品価値がなく養蜂化の悩みの種となる。蜜源植物と最終季節によって変動するが、 約72%の糖分と約21%の水分によって構成され、微量の栄養素なども含まれる。有効成分が蜂蜜の中で果たす働きについては未解明な点も多い。ビタミン、ミネラル、アミノ酸の多くは花粉に由来する。日本において蜂蜜類の表示に関する構成競争規約によって品質が決められている。細密源の加盟。 蜂蜜に、細蜜源の仮名を表示する場合には、当該は緻密のすべてまたは大部分を当該花から、細蜜し、その花の特徴を有するものであって、かつ、細蜜国名を表示しなければならない。細蜜国名表示、原料蜜のすべてが国内で細蜜されたものでなければ、ならない。 保存性保存性の高さは高糖度と pH3.7 程度の酸性と酵素によって生成される、過酸化水素によって与えられ、グルコースとフルクトースが主成分であることから、蜂蜜は消化の必要なしに手早くエネルギーを得ることができる。グルコースとフルクトースの比率を比較すると、フルクトースの方が若干多い傾向にある。グルコースとフルクトースは共に担当であり、 摂取後体内でそれ以上消化、分解する必要がなく、短時間で体内に吸収される。さらにフルクトースの吸収速度が、グルコースのおよそ半分であることから、吸収によって、血糖値が急激に上昇することはない。結晶化結晶が沈殿した蜂蜜蜂蜜には、低温中で、粒状の結晶が出来白く固まる性質があるが、これは、グルコースの性質によるものである。 ただし低温であればあるほど結晶化しやすいというわけではなく、結晶化しやすいのは摂取5度、内視14度弱であり、摂取マイナス18度弱以下になるとほとんど結晶化しなくなると言われている。グルコースを多く含む蜂蜜ほど早く結晶化し、グルコースの含有量が少なくフルクトースを多く含む蜂蜜は結晶化しにくい。また、 結晶化が早いと結晶のきめが細かくなる傾向がある。どのように結晶化していくかは蜂蜜の比重によって異なる。比重の小さい蜂蜜の場合、液体状の蜂蜜より比重の大きい結晶がそこに沈殿するため、そこの型から結晶化するかのような印象を与える。比重の大きい蜂蜜の場合、液体状の蜂蜜と結晶の比重の差がほとんど同じであるため、 蜂蜜全体が結晶化してゆく。加熱することで結晶は溶けるが、加熱しすぎると色が濃くなったり風味が若干変化するなどの影響が生じる。結晶を経た蜂蜜は再び結晶しにくいが、溶け残った結晶がある場合、しばらくするとそこを核として、再び結晶化が進行する。結晶ができない蜂蜜は純粋ではないと言われることがある。これは、 多くの蜂蜜について妥当な判別法であるが、アカシアを蜜源とするものなど一部には純粋であってもなかなか結晶ができない蜂蜜もある。結晶を見て蜂蜜に砂糖が混入していると勘違いされることがある。水素イオン指数蜂蜜の水素イオン指数は3.2から4.9と弱酸性であるが、酵素によって生成された有機酸を含むためである。しかしながら、 食品が体に与える影響の観点からは、蜂蜜はアルカリ性食品である。これは蜂蜜に含まれるカルシウム、マグネシウム、カリウム、ナトリウムがアルカリ性を示すミネラルであり、さらに有機酸が体液をアルカリ性に変える働きを持つからである。水素イオン指数は弱酸性であるが、蜂蜜を摂取する際には酸味が感じられない傾向にある。 これはグルコースおよびフルクトースの甘みが強く、かつ有機酸の7割を占めるグルコン酸の酸味がまろやかなためである。カロリーハチミツの標準カロリーは1 0 0ムあたり約2 9 4カロリー、または3 5 6カロリーで、鶏卵の約2.5倍、牛乳の約6倍に相当する。甘味土ハチミツの甘味度は採集された花の種類によって、 若干差があるものの、同重量のスクロースとほぼ同じとされる。蜂蜜はフルクトースを多く含むが、フルクトースには甘味度が低温で高く、高温で低くなるという特徴がある。風味蜂蜜は甘さとともに独特の風味を持つ。これは蜂蜜に含まれるビタミン、ミネラル、アミノ酸、有機酸、酵素などの微量成分に由来する。風味は 蜜源植物の種類によっても異なる。浸透圧蜂蜜は浸透性が高いことで知られるが、これはグルコースとフルクトースの浸透性が共に高いからで、ある。巣ごと容器に入れられた蜂蜜蜂蜜と人類の関わりは古く、英語には蜂蜜の歴史は人類の歴史ということわざがある。蜂蜜は人類が 初めて使用した甘味料と言われており、イングランド南部では、紀元前2500年頃に、壺型の土器に蜂蜜が入れられていた痕跡が発見されている。人類は当初、壺ごと食べる形で蜂蜜を摂取した。古代エジプトで蜂蜜は稲ナゴ豆と並び主要な甘味料であった。蜂蜜が人々の食生活に広く浸透し始めたのは古代。 ギリシャ時代のことで、ギリシア神話には巣に入った蜂蜜が供される場面が登場する。古代ギリシャでは多くの文芸作品、さらにはプラトン、アリストテレスといった哲学者の著作にも蜂蜜が登場する。アリストテレスの記述をもとにした資産では、当時のアッティカの自由市民一人当たりの消費量は20世紀後半の日本の国民一人当たりの消費量をはるかに上回っている。 それに応じて、養蜂も盛んに行われ、プルタルコスの対比列伝には政治家サロンが活躍した時代に養蜂上官の距離規制に関する法律が制定されたという話題が登場する。また蜂蜜を使った保存食も古くから世界中で利用されてきた。現在でもジャムプレザーブはもちろんのこと、レモンや柚子などの果物、 生姜などの野菜をそのまま蜂蜜漬けにしたものなどが日常的に食卓を彩っている。その他蜂蜜を固めて作ったのど飴や蜂蜜ドリンクなど様々な加工食品が製造されているほか、さらに最近では東ヨーロッパの保存食を発祥とし、モデルなど健康意識の高い層に人気の栄養食、ナッツの蜂蜜漬けも日本国内で製造、販売され始めている。 調味料紀元前15世紀、トトメス三世時代のエジプトの一石の壁画には、洋蜂と共に、蜂蜜入りのパン菓子を作る様子が描かれている。約300年後のラムセス三世の墓の壁画にも、同様の絵が描かれており、菓子の種類が増えていることが読み取れる。エジプトのパン菓子はギリシャに伝わった。古代アテナイの喜劇作家、アリストパネスの作品、明るないの人々の中には、 蜂蜜入りのパンが登場する。紀元前200年頃には、ギリシャ産の蜂蜜を使って72種類のパン菓子が作られていたと言われる。パンと菓子の文化も進んでいった。当時蜂蜜は大変高価で、キュレネの遺跡からは、土地の権利と引き換えに蜂蜜を手に入れた入植者について記述された碑文が出土している。聖火、聖パンにおいて蜂蜜は、 甘みを加えるだけでなく酵母増殖を促進する機能も有している。その後、蜂蜜を使ったパンや菓子はローマ、さらにヨーロッパ全土へと広まった。古代ローマにおいて蜂蜜はパン以外の料理にも用いられた。ローマの美食家、マルクスがウィウス・アピキウスの著書、アピキウスの料理書に収録されているレシピは西洋料理の起源とされるが、 500点中170点ほどが、蜂蜜を使用した料理に関するものである。東洋においては、中国の戦国時代、祖寺、昭昆の中に、蜜餌という名の蜂蜜を用いた菓子が登場する。は、もち米粉と小麦粉、蜂蜜を混ぜて揚げた菓子を刺し、餌きびを薄でついて作った餅を刺すことから、これは、きび団子風の餅に蜂蜜をかけたもの。 または餅に蜂蜜を混ぜて作ったものと推測される。という語は、紀元前2世紀の墳墓、馬王体幹墓の副葬品の畜館にも登場する。の語は日本にも伝わり、平安時代中期発行の和明類受賞に登場する。ただし、ここでは製法について、蜜と米を和紙に詰めて作ると紹介されており、内容が変化している。ちなみに、和苗類受賞において、本来の和、 寒餅として紹介されている。魚料理に用いると、魚の臭みを減らす働きをする。これは蜂蜜に含まれる酸が魚の臭みの原因であるアミンの揮発性をなくすためである。煮魚や照り焼きを作る際に、味噌や醤油に蜂蜜を混ぜると、香りの良さが向上する。これは、蜂蜜の香り自体が魚の匂いを覆うだけでなく、蜂蜜に含まれるグルコースと、 フルクトースが魚のタンパク質や味噌、醤油のアミノ酸とアミノカルボニル反応と呼ばれる反応を起こし、それによって生じた香り成分がアミンと結合し、魚臭さを打ち消すことによる。肉料理に用いると浸透性の高さによって肉の組織に浸透し、加熱による肉の収縮、効果を防ぐ。また、蜂蜜に含まれる有機酸は肉の保水性を高め、肉を軟化させる。 さらに、グルコースとフルクトースが熱によって短時間でカラーメル化するため肉の表面が固められ内部に水分や旨味を閉じ込めることができる。炊飯の際に蜂蜜を加えるとグルコースとフルクトースが米の内部に浸透し保水性を高め、さらに加熱されたアミラーゼが米に含まれるデンプンを葡糖に添加することで味を高める効果をもたらす。その他、 調味料としての蜂蜜は、リンゴ、レンコン、ゴボウなどの褐色変化を防ぐ、イースト菌の発酵を促進するといった効果をもたらす。果実酒で使用したり、砂糖の代用としても利用される。蜂蜜酒、蜂蜜酒、蜂蜜と水が混ざった液体の糖分が発酵すると、アルコールへと変化する。その結果、出来上がるのが蜂蜜酒で、人類最古の酒とされる。蜂蜜には、 対等性の酵母が含まれており、発酵しやすく、水で割って温かいところに置くだけで蜂蜜酒を作ることができる。蜂蜜酒は古代のヨーロッパ、とりわけ北欧で愛飲され、人々の暮らしと密接に関わっていた。北欧神話には蜂蜜酒がたびたび登場する。古代ギリシャ人はワインを飲むようになる前は蜂蜜酒を愛飲しており、 ギリシア神話に登場する北条と武道主と名帝の神ディオニューソスは元は蜂蜜酒の神であったと言われている。ローマ時代には各家庭が常備薬として蜂蜜酒を置いた。ハネムーンという言葉は夫婦が新婚の1ヶ月間を蜂蜜酒を飲みながら過ごすという古代グルマン民族の風習が起源であるとも言われている。ビールやワインの登場後も蜂蜜酒は ヨーロッパにおいて地酒として愛飲された。古代ローマの文献には次のような蜂蜜酒の製造法が記録されている。酒は水と蜂蜜だけでも作れる。そのためには天水を5年間蓄えておくのが良いとされている。もっと連達の人々は降って間もない雨水を用いる。すなわち、それを3分の1量に煮詰め、古い蜂蜜1に水3の割合で加え、 その混合物をシリウス星が昇った後40日間展日に晒しておく。清水2003、9から10ページ。蜂蜜種の発酵について人類は当初蜂蜜に含まれる野生酵母に頼っていたが、発酵の速さや発酵の結果得られる風味を調整する技法を身につけていった。オラウスマグヌスの著書、北方民族文化史には中世の北欧における 生ビール風蜂蜜酒というべき蜂蜜酒の製法として次のようなものが記されている上等の蜂蜜1に対し水4を用意する鍋に半量の水を取って蜂蜜を混ぜ入れリンネルをかぶせた尺子で泡を少しずつ除きながら煮立てる次に別の鍋に残りの水を入れリンネル袋に入れたホップの花を煮立て半分量まで煮詰めて苦味を出す 木製の容器に両方を移して混合して、厚い布で覆いをし、ぬるくなってから、ビールの沈殿物あるいはパン酒を加える。翌日この混合液を、リンネルの布でこして、別の容器に移し、蓋をして保存する。8日目、あるいは緊急の場合にはそれよりも以前に飲んでも、大丈夫である。しかしその飲み物は古くなればなるほど純粋で、うまく、体にも良いものになる。 清水2003、9から10ページ。蜂蜜については、人類の長年にわたる経験をもとに、古来様々な薬効が謳われてきた。旧約聖書には、心地よい言葉は、蜂蜜のように魂に甘く、体を健やかにするという言ざが登場する。この言葉から、人類が早くから蜂蜜の健康上の効能について認識していたことが伺える。 古代エジプトの医学書、エーベルス・パピルス及びエドウィン・スミス・パピルスには、内容薬及び外容薬への蜂蜜の活用が描かれている。旧約聖書のサムエル・キ、ジョーには疲労と空腹により目のかすみを覚えたヨナタンが蜂蜜を食べて回復する逸話が登場する。古代イギリシャでは、医学者のヒポクラテスが、炎症や海洋、吹き出物などに対する蜂蜜の治癒効果を称賛している。 古代ローマの皇帝、ネロの爺、アンドロマコスは、蜂蜜を使った公約テリアカを考案した。テリアカは、狂犬病にかかった犬や毒蛇に噛まれた、際の、さらには、ペストの治療薬として用いられた。テリアカの存在は、奈良時代に日本へ伝えられ、江戸時代になって、オランダ人によって現物が持ち込まれた。中国の本草書。 心脳本造業には、石蜜と呼ばれる、野生の蜂蜜の紅葉について、心腹の邪気による病を治し、驚きやすい、神経不安の病や、転換の発作を沈める。五臓の心臓、肝臓、肺臓、腎臓膝臓を安らかにし、諸不足に気を液し、中を補い、痛みを止め、下毒し多くの病を除き、あらゆる薬と、よく調和する。これを長く服用すれば、 志を強くし、体の動きが軽くなり、飢えることもなく、老いることもないと記されており、中国最古の処方集である、52秒型には、蜂蜜を用いた、利尿剤の処方が記されている。秋代の薬学書、本蔵項目には、十二臓腑の病によろし、しからずとふものなしと、あらゆる疾病に対し有効な万能薬と記述されている。同書には、 超中継による医学書、召喚論を引用する形で、蜂蜜を使った外洋薬の作り方も登場する。日本の医学書、大道類児方には、砂道の雨が見え、スバチとは、蜂の巣のことである。ただし、旧暦8月に土の中から掘り出して取るとしており、花鉢の仲間では、丸花鉢が巣を土の中に作る。漢方薬では、小薬の粉末を、 蜂蜜で練って丸剤を作る。例として蜂蜜大丸がある。江戸時代の医師、栗本正蔵は著書の中で岩薬を作る際の蜂蜜の使い方について解説している。薬効とその科学的根拠古ら歌われてきた薬効について科学的な検証を行ったところ、ある程度の信憑性が確認されている。蜂蜜は砂糖と同様に 脳と心臓血管系に悪影響を及ぼすが、上気道感染症の症状である喉の痛みや咳が出る場合は、蜂蜜がその症状を軽減する可能性があると2020年11月にハーバード大学医学院で公開された。蜂蜜には抗菌特性があり、科学者は大人では上気道感染症の症状に対処するための無害な方法であると結論付けた。 蜂蜜は古来外科的な治療に用いられてきた。古代ローマの軍隊では蜂蜜に浸した包帯を使って傷の治療を行っていた。蜂蜜は無毒でヒアレルギー性で傷にくっつくことはなく痛みを与えず心を落ち着かせ、殺菌スペクトルは広域で抗生物質の耐性菌にも有効であり、かつ耐性菌を生まない。 元となる花の種類は効果に差を生じさせないようである。総称に有効性を示した研究は少なくなく、火傷では、流水後、火傷に直接つけるカガーゼに浸潤させたり、また閉塞性のドレッシング剤に手をってもいい。交換頻度は、浸出液によって蜂蜜が薄まる速度に応じて行う。蜂蜜には、 強い殺菌力のあることが確認されており、チフス菌は48時間以内に、パラチフス菌は24時間、セキリ菌は10時間で死滅する。また、皮膚の移植片を正常で、希釈や加工のされていない蜂蜜の中に入れたところ、12週間保存することに成功したという報告がある。蜂蜜の殺菌力の根拠について、カナダのロックヘッドは浸透圧が高いことと、 水素イオン指数が3.2ないし4.9で弱酸性であることを挙げている。蜂蜜の持つ高い糖分は細菌から水分を奪って増殖を抑える効果をもたらし、3.2ないし4.9という水素イオン指数は細菌の繁殖に向いていない。しかしながら、ポーランドのイズゲブスカによって蜂蜜に水を混ぜて濃度を10分の1に薄めても殺菌力を発揮することが確認され、 ロックヘッドの主張と両立しないことが明らかとなった。アメリカのベックは、皮膚のただれた箇所に蜂蜜を塗って、包帯を巻くと、リンパが分泌され、それにより殺菌消毒の効果が得られると主張している。前述のように蜂蜜に含まれる酵素、グルコースを消したーゼは、グルコースから有機酸を作り出すが、その過程で生じる過酸化水素には殺菌作用がある。人類は、 古くから蜂蜜が持つ殺菌力に気づいていたと考えられ、防腐剤として活用した。蜂蜜は古来シャゲ薬として用いられ、同時に下痢にも効くとされてきた。蜂蜜に含まれるグルコン酸には、腸内のビフィズス菌を増やす効能があり、これが便秘に効く理由と考えられる。フランスの医学者ドーマードは、悪性の下痢を発症し、極度の栄養失調状態にある生後8ヶ月の 乳児に水と蜂蜜だけを8日間続けてヤギの乳と水を1、2の割合で混ぜたものを与えたところ健康状態を完全に回復させることに成功したと報告している。これは蜂蜜の持つ殺菌作用によって腸内環境が改善されたためと考えられている。古代エジプトの医学書中には盲目の馬の目を塩を混ぜた蜂蜜で3日間洗った。 ところ目が見えるようになったという記述が登場する。また、マヤ文明では、ハリナシバチが作った蜂蜜を、岩病の治療に用いていた。その後、蜂蜜が白内障の治療に有効であることが、科学的に明らかとなった。インドでは20世紀半ばにおいて、蜂蜜が、岩病の特効薬と言われていた。欧米には、蜂蜜が,が、癌に効くという漠然とした信仰 に近いものが根強く存在する。1952年に西ドイツのアントンらが19000人余りを対象に職業別の悪性腫瘍発症率を調べたところ、ほとんどの職業において千人中2人の割合であったところ、養蜂業の従事者については千人中0.36人の割合であった。この結果からは養蜂業従事者の生活習慣の中に、 悪性腫瘍を抑制する要因があることが読み取れるが、それを蜂蜜の摂取に求める見解がある。フランスのアバスらは動物実験によって蜂蜜に悪性腫瘍を抑制する作用があることを確認している。また、前述のように蜂蜜には生成の過程でローヤルゼリーに含まれる物質が混入すると考えられているが、カナダのタウンゼンドラはローヤルゼリーの中に 悪性腫瘍を抑制する物質を発見している。二日酔いには蜂蜜入りの冷たい水が有効であるとされる。蜂蜜に含まれるフルクトースは肝臓が持つアルコール分解機能を強化する効果を持ち、さらにコリンやパント天酸にも肝臓の機能を高める作用がある。デンマークのイシラーセンは低水車に蜂蜜を飲ませたところ短時間で酔いから冷めたと報告している。また、 ルーマニアのスタンボリューは124人の肝臓病患者が蜂蜜を摂取することにより全開したと報告している。古代ローマの詩人オウィディウスは恋愛術の中で勢力剤としてヒュメトス酸の蜂蜜を挙げている。蜂蜜の勢力増強作用について19世紀の科学者は会議的であったが20世紀に入りイタリアのセロナは 0.9g の蜂蜜中に20。 国際単位の発情物質が含まれると発表した。蜂蜜には血圧を下げる効能があると言われてきた。蜂蜜にはカリウムが多く含まれるが、食塩を過剰に摂取した際にカリウムを摂取すると、血圧を下げることができる。また、蜂蜜に含まれるコリンには高血圧の原因となる、コレステロールを除去する効果がある。古代、エジプトや中国の文献には、 蜂蜜の苦中作用に関する記述が見られ、肝臓と小麦粉、蜂蜜から作った漢方薬、肝臓小蜜等は苦中薬として知られる。1952年に日本の岐阜県岐阜市にある小学校で実験が行われ、蜂蜜を飲んだ小学生の瓶からは海中の卵がなくなるという結果が得られた。蜂蜜に含まれるどの成分が 口中作用をもたらすかについては明らかになっていない。その他に、鎮静作用が認められ、咳止め、鎮痛剤、神経痛及びリウマチ、消化性潰瘍、糖尿病に対する効能が謳われている。蜂蜜は、古代エジプトギリシャの時代から化粧品に用いられ、クレオパトラ7世は蜂蜜を用いて化粧し、古代ローマの皇帝、ネロの妻は、 蜂蜜とロバの乳を混ぜたローションを使っていったと伝えられている。蜂蜜を用いた最も有名な化粧品の一つとしてパックが挙げられる。蜂蜜の糖分には肌を整える働きがあり、ビタミン B1 には皮膚の血行を良くし、新陳代謝を高める作用がある。蜂蜜は古来芳香剤として利用されてきた。古代エジプトには蜂蜜ともつ薬、 松屋にワインに浸した勝負やシナモンを混ぜて作られたキフィーと呼ばれる練り香があった。古代の中国にも蜂蜜を用いた練り香があった。平安時代の日本にも蜂蜜を使った香があり、源氏物語、鈴虫の冒頭には、火曜の方を合わせたる名号、蜜を隠しほろろげて、滝匂いはしたるという記述が登場する。古一条院皇后の女房であった人物は、 蜂蜜を用いた甲には虫が湧くという記録を残している。甲の中には飴のように舐めて使うものもあり、服用を続けると顔を洗った水や抱いた子供にまで匂いが移ったとされる。タバコの中には香りの調整に蜂蜜を使用しているものもある。蜂蜜は西洋では古くから水彩絵の具などを蘇生する顔料の保湿剤として中世から 金星が形の重要な地位を占めた。近年では、化学合成法によるグリセリン等安価な物質が対等。価格面から対抗できなくなった現在では、伝統的な手法にのっ,とった絵の具メーカー品や、通常メーカーがたまに出す特別品があるのみである。日本における代表的な蜜源植物である、レンゲ蜜源となりうる花が複数ある場合、 複数の花の蜜が混じった蜂蜜ができるのではないかと考えられがちである。しかし、蜜蜂には一つの花から蜜を採集すると可能な限り他の花の蜜を採集しないという性質がある。さらに蜜蜂には蜜蜂のダンスと呼ばれる蜂の字に飛び回る行動によって仲間に蜜源を知らせる習性があるが豊富な蜜源については激しく飛び回って知らせる。一方、 貧弱な蜜源についてはほとんど、時には全く教えようとしない。このような理由から、現実には、ほぼ純粋に一つの花から蜜を採集して作られた、蜂蜜を採集することが可能である。蜂蜜は主要な蜜源植物によって、レンゲ蜜、アカシア蜜などと分類され、蜜源植物が複数ある場合には、百花蜜と呼ばれる。人間の手で蜜がブレンドされた場合も百花蜜という。 蜂蜜の風味や色は蜜源となった花の種類によって異なる。同じ種類の花から作られた蜂蜜でも地域によって品質が異なる。国や地域によって好みが分かれる蜂蜜もあり、例えば蕎麦蜜は日本で経営される一方、フランスではジンジャーブレッドの原料として重宝されている。同様に西洋菩提樹の蜂蜜はドイツやロシアでは最高級品とされるが、 日本では、レンゲやアカシア、トチノキ、さらにはドイツではあまりに評価が低くミツバチの餌に、されている、タ種の蜂蜜よりも格が落ちる。養蜂家の渡辺隆は、香りの強い蜂蜜が、日本では敬遠され、ヨーロッパでは好まれる傾向があると指摘する。中国では、ナツメエン夏目、ジュ、モミジュ、ライチーの花から採れた蜂蜜を、五大名蜜と呼び、 広く食されている。なお、一部では蜜蜂が、細密のために訪れるとは考えにくい花や、開花時期の関係から細密が不可能な花の名前を、関する蜂蜜が販売されていることもあり、注意を要する。様々な色の蜂蜜アメリカ合衆国では、蜂蜜の色を基準にした分類法も存在する。ただし、色が、同じ蜂蜜の味が同じとは限らず、 蜜源植物が同じであっても貯蔵される巣の状態によって色が異なる。採集された蜂蜜は液体であるが、これを固体の状態にした蜂蜜も存在する。具体的には粉末にしたもの、飴玉状のものがある。アブラムシが植物の植物部類間液に過剰に含まれる糖分を分離して排泄した甘露を蜜蜂チが採集したものを甘露蜜という。これは、 厳密には、蜂蜜の定義に当てはまらないものであるが、ドイツでモミなどの針葉樹に寄生するアブラムシに由来するカンロ蜜がモミの蜂蜜として最高級品の扱いを受けるなど、ゲルマン諸国で人気が高い。カンド蜂蜜の色は黒や褐色で、日本では小笠原諸島で採れる、ボツリヌス菌、乳児が蜂蜜を摂取すると乳児ボツリヌス症を発症する。 小児科学者の拓間武人は臨床実験の結果、蜂蜜を与えられた乳幼児には砂糖を与えられた乳幼児と比べて発育が良く、下痢などの疾病の発症率が低下する、赤血玉数及び血色素量が増加するなど、複数の好ましい現象が確認されたと報告している。その他にも蜂蜜が乳幼児の発育の好ましい結果をもたらすという報告が多くされている。 ギリシア神話には、ゼウスやその子ディオニューソスが、蜂蜜と羊の乳を与えられて育つ逸話が登場する。しかしながら、蜂蜜の中には画法を形成し、活動を休止したボツリヌス菌が含まれている場合がある。通常は、摂取してもそのまま体外に排出されるが、乳児が摂取すると体内で発芽して、毒素を出し、中毒症状、乳児ボツリヌス症を引き起こし、 最悪の場合死亡してしまうため乳児には与えないこと。画法は高温高圧による滅菌処理の加熱で不活性化されるが蜂蜜においては酵素が変質するのでこの処理は不向きである。日本では1987年に厚生省が1歳未満の乳児には与えてはならない通達を出している。同省の調査によるとおよそ5%の蜂蜜から ボツリヌス菌の画法が発見された。なお、ボツリヌス菌による健康被害を防止するため、日本国内の販売商品には、1歳未満の乳児には与えないようにしてくださいとの注意書きが、ラベルに表記されている。注意書きの冒頭が、蜂蜜は生物ですのでと始まることもあるが、単に煮沸すれば良いものではなく、上圧で沸騰させても画法を死滅させることはできない。 2017年3月30日、離乳食として与えられた蜂蜜が原因による乳児没離の死傷により生後6ヶ月の男児が死亡した。専門の蜂蜜採集業者による蜂蜜での中毒、報告例は極めて稀であるが蜜源植物として意図しない有毒植物からの蜜が混入していることがあり、食中毒事例が報告されている。例えば鳥株と蓮月辻、 ホツツジの花粉や蜜は有毒であるほか、ニュージーランド産では、毒ツギ花の低木氷リーリアアルボレアが問題になる。世界的には、つツジ花の有毒性は古くから知られ、紀元前4世紀のギリシャの軍人、著述家のクセノフォンは、兵士たちが、つツジ属植物や花ひりの木の蜜に由来する蜂蜜を食べ、中毒症状を起こした様子を記録している。古代ローマ時代にも、 グナエウス・ポンペイウス率いる軍勢が敵の策略にはまり、筒子に由来する蜂蜜を食べて中毒症状を起こしたところを襲われ、兵士が殺害されたという話がある。世界全体での蜂蜜の生産量は年間で推定約120万トンである。1990年代の主要な国を呼び、地域別の生産量は中国が20万トン強、旧ソ連地域が20万トン弱。 アメリカが10万トン前後で、これら3地域の生産量が全体の半分近くを占めていた。しかしながら、ソ連崩壊後の内戦などの影響によって、タジキスタンでは蜂蜜生産量が1、12にまで激減するなど、旧ソ連地域での蜂蜜生産量は減少している。2009年には、蜂蜜生産量上位20カ国に見られる旧ソ連地域の国は、 ウクライナとロシアのみであり、その生産量は合わせて13万トンほどである。また、アメリカでは2006年以降起こっている、法軍崩壊症候群によって、蜜蜂が大量に死滅して、養蜂業が多大な影響を受けており、2009年の生産量は世界5位の6万5000トンにまで落ち込んでいる。一方で中国は、ソ連崩壊以降生産量世界1位であり続け、 2009年には1990年のおよそ2倍となる40万7000トンを生産している。アルゼンチンは1990年頃までは4万トン程度の生産量であったが、パンパ周辺地域などへ、養蜂地域が拡大されたことなどにより生産量が増加し、2005年以降は世界2位の生産量となっている。ありがとうございます。